ねえ、広い。こちらが教室になります。ダイダイさんのバインダーでご確認ください。大変だと思いますけど、リスの美姫タッチすればカタログ見られますのでご利用ください。もう一つ、L を押しながらなんかタッチすると同じ家具すぐに置くことができるんですよ。家具コピーできるんだね。 R プラスでもいいですよって。なるほどね。教室だもんな、みんな。魔法学校とか作ってたの、CM で。でも、そんなの作れる気しない。めっちゃ広いんだけど。ドア1個しかないの。え、もう始めちゃうの？住み具合いかがですか？まだ頑張ります。ヒデさん。ヒデさん、ちょっと。ヒデさん、ちょっと、すいません。おー。なるほどな。白。よし。いや、すいません、ヒデさん。なんでもないです。よし。さて、じゃあ、今から、もう、頑張って作っていきましょうか。何を置きましょうか。で、まず、エアコンだよね、やっぱ。うん。わかる。やっぱ、最近の学校っていうのは、エアコン置いてるから、みんな。うん。エアコン置いてっから、エアコンちゃんとつけておきましょう。素晴らしいな。まず、ベッドだろ。ベッドダメだろ。これ、イメージとしては、小学校なんだよね、確か。ねえ。だったら、俺が想像する小学校ってものを、みんなに見せつけていこう。小学校。こっちが黒板な、みんな。こっち黒板な。黒板。黒板を置きたい、黒板。黒板、あ、学校のスピーカーとかあるんだ。吐きそう。やばい。いいね。学校のスピーカーってさ、なんか、あれだよね。2個ぐらいあったよね。前と後ろで。ね。なんで前と後ろに置いて。ね。黒板でドアがある方やないの？え、ドアって前と後ろ両方あるでしょ？ね。よし。黒板遠いな、確かに。でもこっちだったら。ほんまやな。俺先生やったらすぐ授業したよ。こっちにしようか、じゃあ。え、前だけ？前だけ？ほんと？後ろなかったっけ？左右？いや、これもう、これみんなに、学校によって違うわ、この感じ。俺の今、肌で感じてるリスナーの空気。わからんから、もうこれは、じゃあもう俺が作ろう。俺が作る。これが俺の学校だっていうものをね、見せつけていこうと思います。ね。掲示板。掲示板は後ろに置いて、ちょっと待ってな、みんな。コルクボード。これ大事、コルクボード。ここになんかいっぱい書いてくれよ、みんな。よし、先生好きとか書いてくれよ。な。黒板は後ろも前もあったよ。うちもそうだったよ。黒板とかあんの、みんな。黒板。ちょっと待ってな。黒板の家具探そう。まず黒板からだって、ほんと。黒板置かねえと何も始まんねえから、こういうのって。黒板あんのかな、ほんと。黒板。黒板なさそうだよ、みんな。よし。ある黒板って。オッケー、ちょっと待ってね。ね、いっぱいなんか家具あるんだよね。人体模型とかこんなんねえから、理科室にしかねえけどね。ね、よいしょ。次。あった。あった、黒板。あー。右、左。あらー。あらー。あらー、黒板ですわー。すげー。で、もう一個置こう。あ、そうだな。掃除用具入れとかあったあった。で、黒板の左も置いちゃって、あらー！これもう学校だわ、ここ。俺先生な、みんな。ギリッツ、レイ、着席。ねえ、後ろ用の黒板ないよね、多分、これ。え、これ小学校か。そういや、小学校だったら先生用の机もいるよな。確かに。
そうだそうだ。じゃ先生用の机作ろう。ここに講演台とかあるんだけど。あ、ちょっとなんか仰々しい感じだけど、今先生ここで授業するから。ね。前向けないんだけど。先生すげえ。先生いつも苦しい思いして横ここ入るから。前向けないんだけど。先生前向けません。先生前向けません。よし。よし。こうだな。さあみんな席につけ。今日は仕事を始めるぞ。これ、体育館にあるやつ？これ違うの？被告人は、とかで、裁判じゃない、裁判じゃない。ねえ。待って、あ、ロッカーあるみんな。これは、ヒデさんちょっとこれ、持って行かせてもらいますね。ちょ、これはもう、決まりましたよ。ちょ、後ろの黒板もなしにしよう。もう、お前はいらん。これを、もう、壁中に並べましょう。壁中並べたらあかんな。ね。よし。できたぞ、みんな。あらー。ちゃんと閉めろって。すいません、ほんと。鍵閉めましょうね、皆さん。あらー。廊下にあった？小学校は後ろにあった気するな、俺は。あ、横にあった気する、俺でも、昔。後ろ黒板だったから、横にあった、俺、昔は。横に変えようかな。めんどくさいな。いいや。よし。じゃあ、床とか変えようって。あ、そうだな。じゃあ、床変えるか、まず。ね。木のロッカーだった。いいじゃん、そういうのも。学校、あ、教室、あ、もうこれはテンプレ使おう。もう。テンプレ使おう、教室は。なあ。ロッカーの上に黒板があったって？やっぱそんな感じ？ちょ、待ってな。地下室。教室の床でないの？あった、教室の床。よし。さあ、雰囲気出てきましたね。ここが、俺の教室です、皆さん。私が先生ですよ。静江さんと今、二人っきりの授業を始めます。たまらんな、これ。ちょっともう、あかんわ、これ。犯罪起こして、犯罪やで、これ。気ぃつけて、みんな。さて、あとは、大丈夫かな。さあ、あとは普通の、ね、物を作っていきましょうか。ベッドいらない？ちょっとこれは後で。よいしょ。よし。さて、黒板消し？黒板の上に時計とかいるって。確かに時計いりそうな気する。で、これだよな。学校机だ。うんうんって言ってる。ねえ、保健室かな？理科室の机とかもあるんだ。先生デスクあった。俺これだよ、俺がやりたかったの。先生デスク。小学校は先生がなんか、先生デスク座って、なんかしてたもん。ちょ、誰ここにベッド置いた人？まったく。先生デスクあった。先生デスク。お前だよ。マジか。失礼しました。椅子は、あるかな？学校の椅子。あった、学校の椅子。ほら！学校の椅子。ねえ。いいねえ。先生の椅子も。あった。先生だけくるくる回る椅子使ってんだよな。座ったら俺怒られたもん、昔。ねえ。よし。ほら。いいね、これ。座れない。座りたい、先生。先生座りたいから、こうしとく。よし。横から座れないのかな、これって。よいしょ。座れなさそうですね、これは。ダメだな。遠いな、これ。よいしょ。見た目重視でいこう。座れねえけど。よし。さあ、学校の3年2組だって、ここ。椅子を、机とかをね、ある程度並べていきましょうか。しずえさん、ちょっと。まず、しずえさんが、僕の最初の生徒になってください。
ょっとなんか怪しい感じ出てきた、これ。大丈夫かな大丈夫かな、しずえさん。今日は、先生と個人授業だ、しずえ。はい、先生、よろしくお願いします。ダメ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 。あかんぞ、みんな。先生、悪い大人になってしまう。これって、範囲選択してコピーとかできんの？できないか、範囲選択コピーは。ね、まあ、こんな風にどんどん机とかは並べていける感じですね。ん？よし。さあ、ちょっとどんどんやっていきましょうか。オルガンとかあった？オルガンあったっけ？昔の教室。覚えてないなぁ。よし。さて、さあ、机並べていきましょうか。机はね、あれなんだよね、みんな。みんなは苦しいかもしれないけど、苦しい過去の思い出が蘇るかもしんねえけど、二人ずつだから、横くっついてるから。くっついてるからみんな。くっつけないでとかダメだから。ちゃんとくっつけてください。そこ、ちゃんと、まるまるくんと机くっつけなさい。つけなさい。ちょっとなんかダメだ、この話やめようか、もうなあ、ちゃんとくっつけなさいよ、机は。いけませんよ。嫌ですーってちょ、やめなさい。悲しくな、先生悲しくなってきたでしょ。よし。さあ、こんな感じ？すげえ、あれやな。学校って感じでできた。席替え。ひざさん、どうですか？この、部室。ね。でもやっぱこれちょっと見た目重視するため、2列にしましょうか。ね。よいしょ。ほい。ちょっと今ずらしてますので、ちょっとお待ちくださーい。ね。よいしょ。こうかなー。もっと豪華な椅子にしてよ。バカボーン！調子に乗るなー。よいしょ。そういう移動もできる。そう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 。一クラス6人だよ。当たり前じゃん。ロッカー多くないって。バカや、一人何個使えると思ってんだ。使いたい放題だぞ、ここ。これ、かわいそうやな、ほんま。よいしょ。もう、あれだから、椅子はトイレにできないからな、みんな。よいしょ。これ、もう一個前で行くか。よいしょ。邪魔やぞ、みんな。オッケー。いや、もう。いいな。あと、先生の教壇が欲しいんだよね、みんな。教壇ってないの？机であるのかな、教壇って。先生授業できないよ。あるある。え、これじゃね、教壇って。ちょっと待って、みんな。ほら！あ、教卓。あ、出た！はーい、出席取るぞー。はい、アリーナ1番。山田。2番、佐々木。あいうえ順じゃないんですね。って。なんか入ってる。西入ってる。よし、立ち見を飛ばして。立ち見 A は飛ばして、立ち見 B。斎藤。おるか、ね、返事小さいぞ。よっしゃ。なるほどな。いいね、これ。さあさあ、みんないるみたいなんでね。よかった、よかった。いい感じの部屋ができてきましたね。さあ、あらかた大元はできたので、あとは細かい飾り付けをね、今からしていきましょうか。よし。クーラーあるある、ちゃんとつけた、つけた。こんな暑いからな、みんな。お花置こうって。そうだな。お花置くか。何置くのがいいの？こういうのって。ね。水仙。こういうのってなんか机の上を置くんでしょ？私知ってるよ。
めんなさい。ちょ、これはやめておこう。先生の机の上にしとこう。こうしとこう。いじめはダメだ、いじめはダメ。ダメダメ。俺、そういうのは、許しませんからね、皆さん。いけませんよ。先生、どうしようかな。よいしょ。お弁当とか置いちゃおうかな。よいしょ。さっ、よいしょ。あら、かわいい。かわいい。見えるかな、これ。ほら、トタケケ弁当。トタケケ弁当。いいね、これ。超かわいい。キャラ弁だよね。ロッカーとかない。あ、そうだ、ロッカーとか置こうか。ちょっと待って、探してみるね。あ、なんか、面白いですね、このゲーム。こういう、俺、こういうちまちましたもの作るの結構好きだから。ねえ、割とありだと思うんだけど、これ。この手のゲーム。割と好きだわ。よいしょ。よいしょ。じゃあ、ここ、ゴミ箱って、どの辺置いてた？前と後ろだっけ？前だけかな？とりあえず置いとこうか。ゴミ箱置いた。ね。じゃあ、次。あとは、何これ。ブックスタンドとか。あー、しくった。積まれた本はいらん。よいしょ。先生感を出さなきゃいけないよな、もうちょっと。なんか机回転してたって？ほんま？ちょっと直しとくわ。よいしょ。こ。あ、なんか先生感ちょっと出たくない？これみんな。先生感出たくない？なんか。いいね。いいね、これ。やばい。わい先生やで。Y 先生。間違った。これも逆や。よいしょ。でも一個ぐらいなんか横向いてたりしてもいいね。これ、こんな風に。よいしょ。机が横向いてんのあかん。よし。で、掃除用ロッカーを置きたいんだけど、ロッカーがどっかない、ロッカーがどっかにあるかなっていう、迷子に陥ってる。ロッカーないぞ、みんな。かすめだなあ。 あかんやんけ、ロッカーないと。何これ、雑巾掛けとかある。雑巾ゲットしたで、みんな。雑巾。誰かの机の上置いとくか。よいしょ。後ろ置いとこう。あった？雑巾掛け置いとくで。ねえ。右色の茶色虫眼鏡。検索機能について。あ、家具検索できるんだ、これで。なるほどね。ありがとうございます。あ、なるほど、なるほど。あ、いっぱい追加されてんだ、これで。へぇー。いや、ありがとう、みんな。こういうものがあったなんて。ねえ。あ、ロッカーある。お！出た！これ、あれだ、中閉じ込められるやつでしょ？俺知ってるよ。よし。開けてよー。よし。あ、開いちゃった。な。こんなもんかな。どんどん、どんどんやめて。経験者、俺やられたことあるよ。みんなもやられたことあるでしょ、それぐらい。まさかまさか、やられたことない人なんか、うちのリスナーにいるわけないはず。よいしょ、いるわけない。ひぜさん！早弁はいけませんよ。先生が募集しますよ、この弁当。いいんですか？ね。先生、それだけはやめてください。何でもします。よし。ひぜさん閉じ込みをやだよ。俺、そんな悪いやつじゃないからな、みんな。ん？何これ？金魚とかあんの？どういうこと、金魚って。金魚飼えるの？うわー、静江さん助けてー。あー、前へ後ろへ、暗黒空間。
あかんあかんあかん。デレングだった、デレングだった。じゃ金魚捨てよう。よし。あとなんかいるかな。あ、時計だ。時計。時計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 。よし。めっちゃなんかオフィスっぽくなった。あとは、あ、まだ止まってましたかね。よし。今時計を、時計を置いたわけですけど、うん。なんかちょっとニコニコがクソ重たいな。まあ、ええだろ。ちょっと一回待ってね。止めるね、一回。さあ、止まってたわけですけど、帰還しました。さあ、ちょっと今、座布団を、椅子に置こうとしてんね。よ、あ、置けないんだ、座布団！座布団置けねえのか！かぁ。先生んとこも置けないのか。諦めよ。な、座布団ってなんか、冬は膝掛けとか欲しいよね。そういう生徒の気持ちを、俺は汲んで欲しかった。今俺泣いてる、マジで。もうリアルに泣いてる。もういいや。よし、じゃあまあこんなもんかな。学校っぽさって言ったら、俺的には。ね。ランドセルもちょっとアクセントで置いておきましょうか。この辺りに。うん。よし。普通に何も面白みのない学校ができてしまいました、皆さん。な。すげえ。ここから、ワンポイントアクセントってやつだな、今からやるのが。うん。こういうのが大事だっていう。黒板切れてるって？え？うわー、なんかおかしくなってる。ちょ、君たち。君たち、それはいけない。ね。時計はもうね、置いたよ、ここに。で、ゴミ箱はもう、俺のティッシュで埋まり尽くしてるから。ちょ、あれだ。ちょ、今俺、授業受けたい。ひずえ先生！ひずえ先生！ご飯美味しいです。静江先生と僕、小学校の私、これどう？みんなすげえいいと思うんだけどね。え、実は一旦これで行こうか。よし。ゴミ箱蓋があるやつの方がいいって。ちょっと待ってね。確かになんか俺もそんな気がしてきた。じゃあまだお前、ちょ、ゴミ箱こっちだよね。要はゴミ箱蓋ある式っていうのはこれだよね。よいしょ。おー。これね、いいじゃん。分別とかもしたらって。いや、分別は、ちょっとめんどくさい。よし。じゃあ、ゴール持っていきましょうか。ね、よいしょ。やっぱ、ここのロッカーの上ちょっと寂しいから、なんか置こうぜ。これはね、ダメですよ、まだ。先生、もうちょっと、物を置きたいですよ。何を置くか。学級文庫。本を置こうよって。なんかみんな優等生だな、そこら辺は。いいね。置いちゃおうか、じゃあ。じゃ、まず、何置いて、地球儀とかなんか、置いてた気もする。地球儀。うわ、置けた。ほら、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 回れ。ほら、回れ。よし。で、本だよな。ちょっと待ってな。これはないでしょ？あ、で、これが、ザリガニとかメダカとか。で、ザリガニ置きたい。俺、ザリガニ昔、俺、取ることに青春感じてたから。ザリガニを取ることに、スルメつけて、ザリガニ釣りにすることに青春を覚えてた時代があったからさ、大事大事、そういうのは。ね。ないな、もう、あとは。さあ、あと本だな。ちょっと待ってね、みんな。ミミズつけてたって？
ちょ、マジか。年割れるぞって、みんな外出て、外出て遊ぶだろ。何これ。ハモスターのカゴとかあんだな、これ。よし、じゃあブックスタンド。これ先生用かと思ったけど、ここに置いちゃおう。確かに、置いてたわ、本。教室で。で、真面目なやつがよく借りて読んでた。俺は自分家にあった本を読んだ。よいしょ。OK。で、これちょで、逆転することで、ちょ、お前もどっちも回ったら意味ねえだろ。もういいや、これで。よし。おい。さあ、本を並べて、僕満足したわけですけど。薄い本が並べてしまった。服着せ替えしないの？服ってどうやって着せ替えできんの？俺もできんの？着せ替え。よいしょ。で、黒板後ろ方向は、なしにしました。申し訳ないですけど。ちょっと待ってな、みんな。セーラー服。着れるの？もしかして。着れないよ、みんな。俺、制服、女子高生になれると思ったのに、着れなかった。なんでだよ。もう知らん。よし。それが、ワイの学校です。皆様、生徒現在、募集中、8名まで、先着8名で、皆さん僕の生徒になれます。ね。僕が、もう何でも教えますので、ね、ぜひとも、入学してください。お待ちしております。ね。7名募集です。一人静江さんだから。一人静江さんだから、もう。静江さんと俺個人授業しなきゃいけねえから、後で。ね。実へ早弁はやめなさいよし。完成しました。赤ちゃんどこから来るんですかって実践しましょう。さあ、見てください。えん。いや、学校。テーマは学校。さあ、どんな家を作るのか。ね。あー、もう生徒いっぱいいる！たくみちゃん生徒や、しずえさん、ぬきち、ほんまさん。あー、ほんまのクソじじい、お前何しずえの様子やってんだ。そこ俺の席にどけ、譲れ。写真撮っとこう。しずえさんの貴重な睡眠シーン。あ、弟に変わった。お前たちはどうでもいい。昔の学校体験、そう。生徒役がいなかったっていう由々しき事態。ねえ。ほんまのおっちゃん、いつも適当なとこ座るの。おい、そう、あのクソタヌキ、あれ自然によく座ってんじゃねえか、おい。ねえ。そう、弟が目を光らせてったのが自然の方みたいな。わかる。本間さんは、ちょっと、女の子のランドセルスだった。ね。女児の気持ちを、楽しんでる。あっ！出た。最後はやっぱ俺と静江。ついにこのニュータウン初の公共児童部事業プロジェクトが形になりましたね。住民の皆さんがこの学校で通う姿を見られながら待ち遠しいです。さあ、ひとまず、帰りましょう。ここ、いいね。学校だよな、ほんと。ただの学校になっちまったもん、これ。最高だったこれ。しずえさんと朝から晩までいたな、いいね、本当に楽しかった。きっと喜ばれるでしょう。そうだ、なになに？お披露目式典を行うんですけど、ダイダラさんも来てくださいませんか？え、めっちゃもう可愛い、もうこの何？来てくれませんかって言いながら、手を後ろに組んで、くね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 して、来てほしいなーみたいなその空気を、全身から、ちょっとまとい出してるって か、かもし出してるっていう、もうこれ、たまらんなぁ。喜んで、よかった、悪い女やで。ねえ、ダイヤラさんのお客さんもいますからね。おうちコーディネートした人が建てた学校だってしたら驚くだろうな。あ、いけないいけない。自分の世界入り込んじゃった。かわいい。ダイヤラさんまた明日ね。バイバイ。かわいい。
超かわいい。しずえはやっぱり最高だよな。ねえ、お姉さんいいね、やっぱ。ねえ、これから頼むね。うん、お兄さんって呼んでいいよ。ダヤさん、今日ビッグプロジェクトお疲れ様でした。学校楽しみだな。まだ見てないの？お仕事お疲れ様。明日式典に備えて、明日も日報書いて早く帰るといいわよ。OK。よし。さあ、すいませんが、今日はこの辺りで終わりにしようかと思います。ね。動物の森ハッピーホームデザイナー。ね。まあ、学校を建てたりとか、家とか建てたりとか、なんか、いろんなことできるゲームで、まあ、しずえが可愛いっていうね、一言に尽きるかなと思います。また次回もね、やっていきたいと思いますので、よければまた見に来てくださーい。よし。それでは皆様お疲れ様でした。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それでは、また次の動画も見てください。じゃあの。